はい、リップラップのよさぎです。本日は2021年度6月の19日土曜日ですね。小雨模様で、まあまあ降ってますということで、ついに、駐車場が開きます。イエーイ。21日の月曜日の9時やったかな。今日が19日土曜日だから、今週の土日はちょっと我慢って感じですね。でも来週の、月曜日平日から、開きます。まあバスも、こんな感じで梅雨空で、まあアフター回復を狙っていくパターンの時期なのでね、まあアーリーサマー入って、ローライトだったらちょっといろんなもんがトップだったりだったり、だったりとか巻き物だったり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 、おかしいな、ファーストホールだったりというのは、いろいろな展開が、考えられます。非常に、楽しいというか、ようやく待ち望んだ、この今年はね、コロナ禍で大変だった2021年のこの一番いい時期のゴールデンウィークからの2ヶ月釣りが、この南湖の東側の人はみんな釣りができてなくて、ストレスも溜まってると思います。なのでまあゆっくりのんびり、これから夏パターンですね、夏パターンのバスを楽しんでくださいというお知らせでした。月曜日に開きますんで、月曜日お休みの人は、釣り行きましょう。ちょっとまあそんなお知らせでした。イエーイ。